今回紹介するのは健康診断はは受けてはいけていい、といなとう本です。近頃の医者は病気でもない人に病気だと言い軽い病気は重くさせ重い病人は殺して人の主君や父や子定を長く苦しめあるいは殺しそして自分の妻子を養っている題材を犯しながら刑罰を免れている医者の罪を 天がどうして見逃そうか恐るべきことだ。私は本書を読んで江戸時代後期の医者中上こと慶の批判郊外を思い出しました。中上こと慶術症状同様常論文化14年1817年間、小田慶一著はぐれ医者の万病講座3「風林道より引用病気でもない人に病気だ」というための制度。 それが健康診断です。本書に省述してあるように、病人に仕立てるために仕掛けられた罠に驚くほど多くの人が引っかかっています。高血圧の基準値は意図的に低く設定されています。認知症患者の何割かは健康診断等で高血圧と診断され、血圧降下剤を処方された人たちだと私は確信しています。 病気の原因となった薬を何も知らずに今も飲み続けている認知症患者が山ほどいるはずです。本当にひどい話です。そもそも、ほとんどの場合、飲む必要のなかった薬なのです。 大量の認知症患者を作り出したこの業界の罪と責任は極めて重いと言わざるを得ません。本書は健康診断の欺瞞と危険性を暴いて余すところがありません。本書により、調量ばっこする大嘘医療に引っかかる人が激減することを願ってやみません。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。